は引退・活動休止していたアーティストたちの現在。アンジェラ・アキさん、アンジェラ・アキさんは6年連続で紅白歌合戦にも出演していた人気アーティスト。2013年11月に翌年の秋から日本での音楽活動を無期限停止することを発表。2014年から渡米し音楽大学に留学していたアンジェラ・アキさんですが、2016年に約2年にわたる学生生活を終了。帰国からわずか1ヶ月後には東京ディズニーシーの新ミュージカルに楽曲の作詞を手掛けたことを発表。現在は楽曲プロデュースなどが主になっているようです。クリス・ハートさん、クリス・ハートさんはデビューして翌年に発売されたアルバムがオリコン3位を記録し、その年の紅白歌合戦に松田聖子さんとのデュエットで初出演されたことで一躍全国的に名が知られるようになったことは記憶に新しいところではないでしょうか。昨年の12月に無期限の活動休止を発表。また現在はアメリカのバークリー大学のオンラインコースに入学したというクリス・ハートさんは、ここでボーカル以外にも作曲などといった音楽の制作に携わる勉強をしているそうなので、プロデューサーとしての勉強、そして子供を育てるために十分な時間が欲しいというのが活動休止の理由とされています。いきものがかりさん、いきものがかりさんは2010年に発売したベストアルバムは140万枚を突破。12年には NHK ロンドン五輪のテーマソングも担当し、紅白歌合戦も休止前年まで9年連続で出場していました。そんな絶頂期での昨年1月に突然グループでの活動休止を発表。名前からもじって休養宣言ならぬ放牧宣言をした。現在はリーダーである水野良樹さんは五木ひろしさんや平原綾香さんなどへ精力的に楽曲を提供。ギターの山下穂高さんは昨年11月に初エッセイを発売しました。ボーカルの吉岡清江さんは今年3月21日に発売された故大滝詠一さんのコンピレーションアルバムで夢で会えたらをカバーしましたが、まだ復帰など具体的なことは決まっていないとのことです。レミオロメン、レミオロメンは2003年にメジャーデビューし、その後ドラマ1リットルの涙の主題歌で粉雪と3月9日を発表。大ヒットし、レミオロメンの名が世に広く知れ渡ることとなりました。その後もヒット曲を発表し、ついには紅白歌合戦にも出場し、誰もが知る人気ロックバンドとなりました。しかし2012年にいつの間にかレミオロメンは活動休止し解散していました。そしてレミオロメンのボーカルの藤巻亮太さんは現在ソロでラジオや音楽番組出演など様々な活動をされています。藤巻亮太さん以外のメンバーもそれぞれで活動しているそうです。タッキー&翼、タッキー&翼、皆さんご存知ジャニーズのタッキー&翼、個人活動に専念するためデビュー15周年という節目の2017年9月から活動休止しておりました。しかし今年の9月10日に
解散していたことが事後報告され、現在滝沢秀明さんは年内で芸能界引退と裏方への就任、今井翼さんは事務所退社という目まぐるしい正式発表がされました。今後の彼らのそれぞれの活躍を期待しましょう。みひまる GT。 ひろこと三宅の男女のヒップホップ系音楽ユニットみひまる GT、 気分上々という曲で2006年に大ヒットしましたが、2013年いっぱいをもって解散していました。三宅さんはビートニックスという会社をみひまる GT 解散後の2014年に設立、代表取締役社長として経営する一方、自身も所属アーティストとして登録されています。ひろこさんは2014年のクリスマスイブに一般人男性と結婚、その後は音楽活動は停止しました。子供も授かり、現在は専業主婦とのことです。いかがでしたでしょうか。今年話題となった安室奈美恵さんだけでなく、活動を休止や引退されているアーティストの方は結構いらっしゃるようですね。ご感想をお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございます。